どうも、ラオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はマサカドにリベンジしたいと思います。少し前に戦って、どうしても勝てなくってセーフティーでやっちゃったんですよね。今回はノーマルでやります。ハードじゃないんですけども、創生のノーマルで挑んでみようと思います。で、パーティーですけども、こんな感じで組みました。サタン、ベルゼブブ、エイシェと主人公ですね。ポイントとなるのが主人公じゃないかなと思います。主人公のスキルですけども、もうこれ固定で最近はやってます。村雲に、混沌の断りで、防御力をアップするやつと、仲間を生き返らせるやつで、万能プレロマを2つと奈落のマスク不屈となっております。ポイントはこれですね。混沌の断り、相手ターンのプレスターンアイコンを半減させるっていうやつですね。これがかなり役に立つんですよね。はい、とりあえずこのパーティーでやっていきましょう。それではいきますね。マサカドは攻撃力が高いっていうのはもちろんのこと、 HP を回復してくるっていうのがものすごく厄介なんですよね。そこを主人公の混沌の断りでプレスターンアイコンを、半分にする。もともとがね、5個か6個ぐらいあってめちゃくちゃ攻撃してくるんですよね。それを半分にするとだいぶやりやすいんではないでしょうか。防御1段階下がってるね。大丈夫です。はい、十分ダメージを与えることができるけども、さすがに HP 高いね。ランダマイザーで全てを下げる。これでダメージもだいぶ減ると思うんですよね。エイシェと、とにかく強いんだ。で、主人公でまず混沌を入れます。これ間違いない、本当に強い。で、レッツが、この花咲夜に交代しましょう。出番だ、行け。バフも入れていきたいからね。で、持って攻撃の、防御アップだね。 30% ダメージカットしてくれるのでかなりいいです。 OK。 この回復がね、 OK。 いいね。回復を1回しかさせないっていうのがやっぱいい。3回ぐらいしてくるからね。それがものすごく厄介だったんで。はいはい、 OK、 いけそう。あ、でも HP 高えな。まあ、バスを入れていけばだいぶいいと思うんですけども、はい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 、入る入る。刹那めちゃくちゃ強い。もう一回、もう一段階上がるからね。で、混沌 OK。 で、刹那バフ、もう完璧じゃん。完璧なパーティーだね。結構並び方適当にしたけども、あ、ちょうどよかった。どれぐらい与える？素晴らしい。1万5000だよ。一旦1万5000は十分十分で、守りだね。いや、もうほんとね、コメントの通り、主人公は、アタッカーじゃなくってバッファーとして立ち回った方が断然いい。もうアタッカーはね、もう仲間たちに任せた方がいいもん。主人公はとにかく、支援に回る。それが正解っぽい。本当に強い。専用スキルがね、優秀すぎるんだよね。別にやることなくなったぞ。ならばランダマイザーがそろそろ切れるかもしれ、あ、切れないか、まだ切れないね。ならば
アリオクあたり入れて攻撃させ、いやいやさせなくていい。ベヌゼ入れてランダマイザーを、重ね掛けさせましょうか。それで十分な気がする。もうほらほら6割削ってるもん。6割削ってる。本当の断りでとにかく行動を制限してあげる。素晴らしい。で、一応ランダマイザーまだ入れんでいいんだよな。攻撃しとくか。死なせよ。ダメージはないけど、まあまあでも4500、素晴らしい、素晴らしいダメージ、OK。でね、相手はもう瀕死になってきたけども、ここの攻撃が怖い。まあ防御しとけばだいぶマシだろう。 30% 軽減。お全然効かん全然効いてない。やっぱステータスダウンさせて、こっちステータスアップさせて、それでか。いや全然効かんぞ。前戦った時のあの強さは何だったの。もう、前のあの強さは何だったんだ。え、これで終わりじゃない。楽勝すぎ。いや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 、もうほんと楽勝。え、ちょっと待って、難易度をセーフティーにしてる俺。ちょっと待ってね、確認してみますね。難易度セーフティーだったらちょっとこれ撮影やり直しなんだけど、いや間違いなくノーマルになってるよね。あ、ノーマルですよ。ノーマル、ノーマル、創生のノーマル、間違いなしです。いや弱かったな。か、このパーティーがうまいこと言ってたんでしょうね。はい。今日はですね、まさかのリベンジしてみましたけども、超楽勝でした。昔あんな強かったのに。やっぱりね、ポイントはこれだと思います。混沌の断りですね。まあ、相手をね、瀕死にすることはできないんですけども、確実にプレスターンアイコンを半減させてくれるので、敵のね、行動をかなり制限してくれます。これがむちゃくちゃいいですね。はい。ということで、今日はこんな感じでした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。